さて、井出さん、はい、こちらのスポーツ何という競技か分かりますか？ヒントはイギリス発祥で野球の原型と言われていまして、世界でもトップクラスの競技人口を誇るスポーツなんです。待って、野球じゃないんですね。野球ではないんです。じゃあソフトボールですか？それも違います。正解はクリケットというスポーツなんです。このクリケットの大会が富士市でおととい開かれましたが、主催は静岡県でした。なぜ県がクリケットの大会を開くのか、狙いはある人材の獲得にありました。おととい富士市の河川敷で開かれた県主催のクリケット大会。8チーム64人が参加しましたが、参加者のほとんどがインド人です。私は東京の IT コンサル会社のストートップ日本企業です。去年までですね、自動化やオートメーションの、ロボット関係の、仕事なんですけども、今年からちょっとIT 系に入る予定です。航空関連もしくは半導体の、分野で使われている部品の設計を主にやってます。インド人の勤め先は楽天や IBS ソフトウェア、ノキアなど首都圏で IT に力を入れる企業です。クリケットは人口世界一となったインドで国民的な人気があり、国内のインド系企業の多くがクリケットのチームを持っているそうです。インドの方って非常に IT とかですね、そういったSTEMの分野でですね、非常に技能が高い方が多いということでインドに着目して、でその方々を静岡に呼び込むためにこういったクリケット大会というのを主催いたしました。県内の ICT 人材、情報通信技術の扱いに長けた人はおよそ19,800人。すべての産業に対する割合は 1.1% で、全国平均の 2.6% と比べると半数以下と低い水準にあります。The whole staff members really enjoy the cricket in the 川根本町 with the townspeople。県が狙いを定めたのが豊富な人材が存在すると言われるインドです。県がクリケット大会を主催したのには国内に進出しているインド系企業の拠点誘致やインドの人材確保という狙いがありました。県内では過疎化が進む川根本町に成功事例があります。ソフトウェアの開発会社で世界1億以上のユーザーにクラウドサービスを提供しているゾーホー。インド系企業のゾーホーは6年前日本本社のサテライトオフィスを川根本町に設置しました。我々はクラウドの製品を提供しておりますので、ネットワークさえあればどこでもできるっていうことを会社として実践するために川根本町で仕事をさせていただいてます。インドからも社員が派遣され、川根本町で暮らしながら仕事をしています。川根本町に来て1年ぐらいになる、製品に技術サポートをやっているんです。ここで仕事はしやすいです。外で雰囲気がいいので、場所で田舎なので静かな場所だから仕事も簡単にできると思う。サテライトオフィスは企業が少ない町に新たな雇用を生み出しています。川根本町に住んで15年になるんですけども、つい最近、こちらの方に就職いたしました。子どもがいてもとても働きやすい環境になっているので、インド人のスタッフはすっかり町に溶け込んでいます。この日はレンタカーを借りに来ました。時々バーベキューを一緒にやったりとか、お祭りにも参加してくれてるんで、割と近い存在には自分としてはなってますけどね。川根本町は今後も海外の企業を呼び込んで町を活性化させ、シリコンバレーならぬ川根バレーを目指したい考えです。地元の方々と海外の方々が交流する場など、
外国人の方々が住みやすい環境づくりを町としても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。人口世界一、優秀な IT 人材を今後も輩出し続けると言われるインド。インドの人材との接点を増やしていくことが県内の産業にとって重要なポイントになるかもしれません。